皆さんこんにちは、マリコ消防です。マリコ消防です。本日もお付き合いください。よろしくお願いします。桜桜が新装版が出ました。この頃ね、すごく多いんだけどね、うんうん、今こう本が売れないじゃん、うん、文庫も、はい、昔ちょっと売れたものが新装版になるんですよ、うんうん、でこれもそういう風にしてできてまして、それが割とうまくいったのは何だろう、どんどん買ってお家に帰るって何度もこうあのカバー変えてるんですけど、うん、そのためにそこそこ売れてるかなっていう感じ。ブドウとかね、まあ、ブドウが目にしみるとかね、はい、うん、でこれもまだバブルを引きずってた頃の日本の男と女の話なんですよ。私が得意とする、まあ、不倫だとかそういうものが出てきて、うん、40代の私って、まあ、こういうのを書かせれば得意だったんですね、うん、はい、ちょっと不倫してる男女が出てきて、この頃の時代ってまだこう不倫に対して寛大だから、はい、なんか別にいいんじゃないみたいな。あ、寛大だったんですか。いや、この頃もっと寛大でしたよ。今よりも、今よりもずっと、今なんか俳優さんもケチョンケチョンに叩かれるけども、はいはい、昔はもっと、へえ、だんだん開放的になってあれなのかと思ったら違うんですね。とんでもないとんでもない、あのみんなあごめんなさいとかってしたらもうそれでしょうがないよねみたいな感じで、そうなんですか。そんな職まで失うとか、うん、芸能人生命あの、うん、奪われるみたいなことはないと思う。へえ、なかったんですよ。まあ自分ではもなんだけど、まあ、こういうの私の得意とする、うん、あのどこにでもいる男女がまあ不倫したり、あのあわよくばこうちょっと綺麗な女とそういうことしたりとか、はい、奥さんの方もなんかちょっとあの昔のいい男と会おうかしらとか、うん、みんなそういうことをやっててね、あの、まあ、清潔じゃないあの恋愛小説だけじゃない。この頃の、うん、あの短編よく書いてましたですね、うんうん、そして中間小説誌、まあ、オーディオいいものとかあの小説現代とかそういうものにしょっちゅ こう30枚の短編載せてくるんですよ、はい、今の若い作家あんまり短編書かなくなっちゃって、うん、例えばあのオーディオいいものの編集者なんかが嘆いてたけど、昔作家のホームグラウンドっていうのはオーディオいいもの、うん、小説新潮小説現代なんかでこういかにね自分が大きな名前を出してもらえるかっていうのが、うん、ね、広告も今みたいじゃなくて前後段で出たんですよ、はい、私の頃山村美沙さんとか西村京太郎さんとかパーッと右のこう柱で乗って、まあ、ちっちゃめにこうね林真理子って乗るんですけど、うん、これは誰かが書いてることだけど、まあ、あの上位で誰それ大きいちっちゃいとかってやってた人たちも、うん、作家の子たちもいらっしゃるんですけども、それだけ中間小説誌に載せるっていうのが大変なことだったんですけど、私たちはそこで30枚40枚書いてこう、うん、あの腕を磨いていくんですけども、その頃の私の小説ですね、うん、割となんか私が得意とする分野の小説なんですよ、うん、萩の月っていうのは人妻が男の人と旅に出るんですけども、うんうん、こうほら後ろめたいとこがあるからずっと誰かにつけられてると思うわけ、うん、そう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 、本当にもうなんか警戒心いっぱいで、もう本当にもうビクビクビクってしてるからもう 何見ても夫の、あの送った探偵だとか思って、もう最後はまあ泣いてしまうっていうあれなんですけども、まあ自分で言うのもなんですけど、こういうものを書かせるとうまいんですよ、そこそこ。だけどこういうものばっかり書いてたら今の私はなかったなと急にこう胸を反らして、あの不機嫌な果実も書いてたんですけども、この頃前後して書いてたんだけどもね、やっぱりこう男と女の不倫ものを書かせるとうまいとか、そういうことを言われるとそういう注文ばっかり来て嫌になっちゃう。でもその頃から歴史ものを書いたり、もっとこう社会派に行ったりとか、いろんなことを挑戦して見て今の私がいるかなっていう感じなんですね。でやっぱりこういうものばっかり書いてたらもうとっくに飽きられてたんじゃないかなと思うんですよ。8050みたい引きこもりと8050問題にこう取材して書いてみたり、介護の小説書いてみたりっていう、こういろんなことを重ねたから40年経ってるけどまだ書いてることができると思うんですけども、でもまあこういう小説読むと非常に、あ、私ってこういうものを書いてたんだなと、これはこれで面白いし生めかしい小説だなと思うんですよ、はい、でまだ私も40代であの、まあ、女性としてなんていうんですか、花盛り、花盛りでもないけど人生に対する色気もあった頃だなと思って、うん、ちょっと懐かしいなと思って、もうバブルは1992年頃終わってますけども、バブルの名残でこういろんな業界の人とか、うん、こうレストランとかの雰囲気なんかが、はい、バブルの残滓があるなっていう感じで懐かしいですね。まあ、それを古いって言えば古いけども、あの今とはちょっとあのレストランの設定だとか男と女が会う場所とかも変わってきてるところがちょっと
面白いかななんて思います、うん、まあ男と女って基本的にはそんな変わってないんじゃないかなと、うん、ふと思ってますけど、うん、でもいろいろ書いてるけどそれでもね、あの道は遠いし自分の思う通りにならないけど、まあ、それだから面白いんじゃないかなと思います。小説を書いていくっていうのは、うん、皆さんのもとにお届けできる。桜桜もね、本当忘れられる本だったかもしれないけど、また新装版にして新しく皆さんの前に出してくれて本屋さんでも置いてくれるって本当にありがたいことだなというふうに思います。作家っていうのは何が望みかっていうと、自分の死んだ後も残る本があればいいなっていうふうに思うんですけど、うん、2,3 冊ぐらいはこう新装版重ねて、私が死んだ後もなんか出る本があるといいなっていうふうに思ってますけど、全集とかってなったら何冊ぐらいになるんですかね。え、何、林真理子全集、全集、うん、もうね、でも全集って形はなくなりましたね、完璧にこの業界から。あ、私が最後に見た全集は田辺聖子全集でした、はい、それはもう十数年ぐらい前から、うちにありますけども、うん、素晴らしい想定です。あ、一人の作家をあんな風に集めて月報を作って、もう失敗しか丁寧に丁寧に全集作ってくれるってことはもうない、ありえない、ありえない、違う違う、ありえない、はい、もう私びっくりしたんだけど、この間講談社に行ってね、はい、こう年表見てたんですよ、はい、で嬉しいことに私の野心の娘なんても入れてくれてたんだけど、うんうんうん、あの見たら吉川英治全集が600万部突破って、全集がまあ1冊ずつやってるのかもしれない、はい、600万部突破ってこの時代は何だったんだろう。昭和30年代、はい、40年代か。本屋が一番儲かった時代じゃないですかね。皆さん打ち立てて、こっからそこまで全集で埋めてくれみたいな、あのオーダーの仕方もあったみたいです。もうね、作家の全集はないと思います。田辺先生のは割と遅くあって、その時にあの入院してたご主人の入院先で田辺先生が、今度全集が出るのよって言ったら、あのご主人がすごく嬉しい、はい、遅いぐらいじゃってあのおっしゃったのを書いてらっしゃるのを覚えてますけど。林さんの場合出すとすると、出版社がみんなそれぞれ出してるものをどう集めてくるんですかね。著作権は林さんにあるから林さんに書いてればいいのか。いやいや、だから全集っていうのはそんなのもあの出版社関係ない。あ、そうなんですね。へ、昔だったらね、ここで出してくれたろうなとかって思うとこありますけど、はいはい、なんかクラファンとかでできないかな、クラウドファンディングちょっと作家としてそれはちょっと作家としてちょっとそ悲しいんじゃないですか。いやいやいや、まずなんとか中村が生きてるうちに着手したいですね。私の担当の女性の編集者がいるんですけど、はい、もちろんすごく仲良くても長い付き合いなんだけど、うん、なんか一言多いなって。え？いや一言多いわ。ちゃちゃちゃ。例えば私のうちに来た時に、まあ、新築の時ですよ、ここ、うん、林さんすごい、こんなうち〇〇さんにも建てられませんよって言ったらね、で私ちょっとムッとしてね、それはね、〇〇さんの方が私よりずっと売れてるかもしれない、デビューは私の方が10年以上あの早いんだから仕方ないんじゃないのって言って、あ、そうですかって、私がその〇〇さんにこう言われたって言ったら、うん、〇〇さんがそれ俺をバカにしてるのかなとかって言ったら、違う、じゃあ彼女にとってあなたが一番すごい作家なのに、うん、その人のうちより林さんの方の人がすごいんじゃないのって言うんだけど、一言余計だわあんたっていう感じなのね。その彼女が、あの、私の夢は林さんの全集を出すことです、そこまでだけど、うん、私の定年までにとか、うん、あんた今20代でしょってな、私が死ぬよっていう、私の定年までにと余計でしょって思ったんです、うん、まあもちろん仲がいいからそういうこと言えるんですけども、はいはい、その彼女も年取ってもう定年が見えてえ、そうなんですか。ああ、じゃあぜひ一緒に立って、いやいや、だからもう彼女も無理だから、そんなこと言わなくなる、ね、そう、全集ね、マリコ店もあんなに成功してるわけですし、そうなんですけどね、はい、まあだからもうそんだけで本が売れなくなってるし、私自身もそんなに売れるわけじゃないので、うん、そんな全集を出してあの採算取れるほどの本が売れてるわけじゃないし、多分私の全集出しても売れないと思うから、うん、どこも出さない、それ私ばっかりじゃなくて、うん、おそらく今全集出せる作家いないと思う、うん、もうすごく贅沢なもんですからね、全集っていうのは、うん、ちょっとコメントで皆さん盛り上がりましょうね、はい、はい、1990年代の林真理子をご堪能いただければと思います。はい、読みやすくな、文字も大きいのもあるし、なんかフォントがね変わって読みやすく、もう最近本当言わない文庫読みづらくてしょうがないですよね、はい、ぜひ皆さんお読みください。ありがとうございます。